あれはて、傾いていた、明治中期頃の姿、吉光寺は、奈良県奈良市、菅原町にある宝生州の別格本山の寺院。この一帯は、菅原といい、菅原市の治療であったことから、菅原寺とも呼ばれる。三号は、清涼山。本尊は、阿弥陀如来。奈良時代の僧、行基が没したちとされている。蓮のお寺とも呼ばれている。奈良時代に佳境。 土木工事などの社会事業に携わり、東大時代仏像流にも貢献したそう、行基が創建したと伝わる。行基年譜によれば、菅原寺は、養老5年、寺氏を詰まるなる人物が、自らの住居である菅原の地を行基に寄進し、翌養老6年行基がこれを寺としたものであって、行基建流の49院の一つであるとされている。寺地は、 平城形の右京三条三望の九の壺、十の壺、十四の壺、十五の壺、十六の壺の、計五壺を占めていたという。なお、現、吉光寺本堂の位置は、右京三条三望の十五の壺にあたる。大僧上シ利便記によれば、行基は、天平二十一年この寺で八十二歳で死去したという。なお、行基の墓は、吉光寺から、 直線距離で7キロ離れた生駒市シユとの竹林寺にある。前室の大僧場斜利便器は、行規模から出土した同等に記されていたものである。1969年に、境内の発掘調査が行われ、現、吉光寺本堂は、奈良時代の創建本堂の後に建てられていることが確認された。創建本堂の基板は、東西が28メートル。 南北が21メートルの規模であった。そこから南に42メートル離れた場所に、南大門跡と見られる建物跡があったが、礎石は残されていなかった。一方、菅原寺木分威会場という別の資料によれば、この寺は、霊気元年、現明天皇の直眼により建てられたものという。創建当初は、菅原道真の生誕地と伝わる菅原の里にある、ことから、 菅原寺と呼ばれていた。伝承によれば、聖武天皇が参詣した際に、当時の本尊より、不思議な光明が放たれ、これを見た天皇が喜んで、菅原寺を改めて、吉光寺としたという。俗に本記によれば、延暦元年、この地に住んでいた恥氏が、桓武天皇から、還元姓を賜ったという。中世には、菅原天満宮を陳守者とし、 幸福寺の末寺となり、直接には幸福寺の達中の一つであった一条院に属した。賢治元年には幸福寺一条院門跡の分屋木が交渉菩薩英尊に吉光寺の復興を依頼すると同時に、吉光寺は一条院門跡の院政地に定められた。吉光寺は英尊と弟子の正解により復興され、公安2年には事業が完成している。 戦国時代の名を8年12月、山和国に攻め込んできた、細川正元の家臣、赤沢智恒によって焼き討ちされてしまい、我覧の、ほとんどが消失したが、天文13年に復興した。しかし、元気年間に、再び陛下にあって、本堂以外の道具を消失した。明治時代には、薬師寺の末寺となった。現在は薬師寺が属する。 宝送集唯一の別格本山である。2019年1月28日、奈良大学は2005年に北安寺から購入した木造四天皇像の内項目天像と多門隆史像の2体を2014年から解体修理する過程で、計7箇所から、京都大菩薩五作菅原寺などと記された、牧書名文が見つかったと発表した。四天皇像は、 明治の神仏分離を受けて、奈良時代の僧の行記が最後を迎えた菅原寺から、北安寺に移されたとする伝承があったことから、堂大は、説が裏付けられたとしている。これを受けて2019年5月2日から9月2日まで、お帰り法要として、本堂で、奈良大書像の四天王像が特別公開される。本堂、南大門。ありがとうございます。